どうもキョです。よろしくお願いします。今回は、通常モンタマ8連発、ということで、絆用サブアカウントのモンタマを、引いていこうと思います。こちらはモンパス会員ではないので、いつも通り月の終わり頃に、レベル5まで止まりますね。しかし今回からカグツチさん、確率上がったのかと思いきや、特に変わり、ありませんでしたね。わら、いつも通り、あまり使われない、古めのキャラがしやすいです。最近偉い、中華以下のペースが早いので、こちらも救済お願いいたします。ただ、前回もお伝えした通り、このアイテム追加は、いいですね。もっと言うなら最近重心力の、消費量がおかしいので、レベル5まで貯めたら、レベル3の分まで全部、欲しいです。まあそこまで望むのはやりすぎかな。できたら大食い1個くらいで、売ってもらえると非常に嬉しいですね。ということでガンガン引いていきましょう。ガチャのお時間です。まずは注目の1発目。ここから2アカウントはログインのみなので、レベル2ですね。適当にパパッと引いていきましょう。サラマンダーゲットだぜ。そうですね。特に感想はないですね。次に行きましょう。では2発目ですね。これもレベル2なので、サクッと行きましょう。まあでも今引けたら嬉しいんですけどね。オートアシブアル、これはまだいい方のキャラと言ってもいいのでは？個人的にはこれ、結構好きです。ではここから本番の第3発目、とりあえずいいの一体、勢いをつけてくれ。では、行きます。オートアシブアル、これはまだいい方のキャラと言ってもいいのでは？これ、さっきも同じこと。まさかの連チャンかびっくりですね。では4発目、もう連チャンはいいですね。しかし、モンタマで出るキャラ。いや、引くやすいキャラって偏ってますよね。常連さん、いますもん。アルキメデスですね。うん、まあこの人もなんですが最初の、人とか毎月必ず1アカウントは引いてるような気がします。わら、では後半戦の5発目。そういえばこれまでカグツチ前から100連以上モンタマ引いてますけど、限定当たったの、カグツチ1体だけですね。いいんですかこの確率。わら、オセロー。絶好調ですね今回も。この旧キャラ排出の安定感がないです。ちなみにこの人も常連さんです。では気を取り直して6発目。このアカウントは見ての通りですので気は強そう。やっぱりアカウントごとにテーブル違うんですかね。気になります。大雨の村くんも、まあこの人も現在はあんまり使うことないとはいえ気分的には OK ですね。すんごいキラー持ちですから重心化したら化けそうですし、あと残すは2発、7連目いきます。まあ何が出ても最近は救済多いので、気楽ですね。最近の重心化、強いの多いですからね。来ましたよ。ゆず、この人は重心化じゃないですけど、神化が壊れました。情報修正キャラの、中でも、トップクラスですね。マジで使えますこの人。気分が良くなったところでラスト、8発目。最後は何ていうかこう。いい感じで締めたいですね。お願いします。ワンちゃん、動物キャラは可愛いので、OK です。最近だとベルナンドで頑張ってくれましたね。妖精にはエグいです。ということで今回の結果は以上です。自分のとこ配置も通りでしたけど、カグツチ欲しい人には、出てくれてると嬉しいです。では、また来月ですね。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく、お願いします。また他の動画でお会いしましょう。まったねー。